ヨハンゲオルクリックルもしくはハンスゲオルクリックルはオーストリア帝国の作曲家。ウィーンでクラビア教師として活動し、一目置かれるオルガニストに大成した。少年時代に孤児となる。地元コルノイベルクの教会オルガニストのビッツヒに支持した後、1785年にウィーンに上京してヨハンゲオルク・アルブレヒツベルガーとフランツ・ヨゼフ・ハイドンに支持。 その後1780年代に、レオポルトシュタットのカルメル派教会のオルガニストに迎えられ、1790年代には、アウフデア・ビーデン劇場に勤めながら、エマヌエル・シカネーダーとの協作により、多数のジング・シュピールを作り出した。オペラ以外に、弦楽四重奏曲3曲や木管五重奏曲を手掛けている。1806年に、 フィュンフキルヒエン第一教会の学長に抜擢され、ミサ曲やレクエムなど多数の宗教音楽の創作に取り組んだ。1807年から没年までフィュンフキルヒエンの聖歌隊長を務めた。リックルの作品のうち生前に出版されたものは少ないが数点のピアノ曲や室内楽曲がウィーンのハスリンガー社やアウクスブルクのゴームバルト社によって発表された。 息子のカール・ゲオルクとエイニット・カールもやはり作曲家になった。カール・ゲオルク・リックルはフィズ・ハルモニカという楽器の作曲家となり、ベートーベンのミサ曲派長長をピアノとフィズ・アルモニカのために編曲している。ありがとうございます。